はい、どうもさんまです。今日は焼かれていきたいと思います。あっつなあなあ、お前の好きな人って誰？いや別に俺がお前のこと好きとかそういうんじゃないから。ん？俺の好きな人？そんな言わんくてもわかるやろ。ママ冒頭いきなり気持ち悪い茶番聞かされて YouTube 閉じた人もまあいると思うんやけど、まあ途中まではかっこいい感じ出てねえか、ごめんごめん。でもこんな風にめちゃめちゃかっこよくダサいこと言うと緊張と緩和じゃないけどなんか思わず笑っちゃうんじゃないかなって思って、そこで今回はリスリスの皆さんからかっこよくダサいセリフを Twitter で募集してきたので、声でね呼んでいきたいと思います。ほな行こか。俺がずっと一緒にいてやる、だから家に泊めてほしい。俺様系なら許されるわけじゃないよ。もうちょっと下手に出な。俺、お前のこと、スルメイカに見えてたんだ。軟体動物？何？骨ないの？おい、待てよ。俺を置いていくな。お化けが怖いんだ。小学生か？状況によっちゃ振られるぞ。あ、ご飯食べてく？全然いいよ。お母さん、今日の晩ご飯何？マザコンやないかい。僕の読み方も悪意あるけどね。いいこと教えてあげる。耳貸して。このカップ麺、2分でできるんだって。2分のカップ麺はないから。お前が固めの麺好きなだけやろ。俺が転んだんじゃない。地球が僕を愛して離さないんだ。あー、痛い痛い痛い。誰か大きめの絆創膏持ってきて。ブラジルでは今、1分が60秒で経っているんだよ。バカなのかな？全世界でそうだから。俺を助けてくれたら1万円あげる。ご褒美はご褒美。金で釣ろうとするなよ。そこはあくまでご褒美あげるって言っといて、相手に想像させる方がキュンってくるし、ちょっとエッチだしいいと思うんですけど、どうでしょうか。すいません、早口オタクが出ました。俺が来るまでよくこらえた。あとは任せた。何しに来たんお前。